完璧だね。OK。じゃあせっかく来たんでピピンさんのお店に行ってクエストも進行していこう。大事な配達、これやな。どうもピピンさん、もしかして配達ですか？そうだ、君のように優秀な生徒ならキンブリッジへ行くのも簡単なことだろう。どこよ？ホグワーツのすぐ南だよ。何を配達すれば？ファティマ・ローワンに透明薬を注文されてるんだ。前は自分で行ってたんだが、最近は行くたびに言い争いになってね。商品の品質に文句を言うんだ。頻繁に注文して調合の時間を与えてくれないのに、どうやって品質を維持しろって言うんだ。この腹立たしい仕事を代わりにこなしてくれるなら、ファティマからもらう配達料は君に全額渡そう。喜んで。面倒そうな人ですね。喜んでお手伝いします。ああ、ありがとう。感謝しきれないよ。これが注文された透明薬だ。あまり困らせられないことを祈るよ。彼女も腕のいい魔法薬師なんだ。正直言っていつか魔法薬のレシピ本を見てみたいよ。ファティマ・ローワンついていこうか。とりあえず飛行が許可されている。え、ちょっとなんで白菜タブ押せって書いてあったのに。え、なんで 3?5! タブを長押しって書いてないんだもん今の。え、あ、これ練習と違ってゲージがある。右下のゲージが減っちゃうんだ。ニンバス早く売ってよ。ニンバスっていつ出てきたのこれ。そろそろ地面から行きます。最近ハリーポッターの次にあれを読んだんですよ。何絵本に出てくる村みたいだな。ロード・オブ・ザ・リングか。その世界観とちょっとかぶるな。ここに、どこにもないんだが。あ、出た、ファティマさん。ローワンさん、ジェイ・ピピンの魔法薬のお届けです。自分の仕事を子供に任せたわけ？仲悪そうだ。いつも楽な方法を探すんだから。調合もあなたがやらされたの？答えなくていい、うん、どうせあの人より上手にできたでしょう。品質が気に入らないのになぜ注文してるんですか？うん、どうやら姿を隠したい客がどんどん増えてるみたいでね。口出ししないけど、質のいい製品を提供しなくちゃならないというプレッシャーがかかってるのよ。ケチな商人と違って私は客の満足度を重視するの。つまりこの人は魔法薬を作る人で、ジェイ・ピピンは材料を作る人だね多分。ご希望の魔法薬です。そう簡単に終わらないわよ。え、ピピンが客を騙そうとするの知ってる？そうなの？品質を落としてでも手を抜いて利益を出そうとするのよ。そんなとこから頼むなよ。魔法薬がちゃんと効くと証明するまでお金は出さないわ。は？飲んでくれる？いいっすよ。お安いご用です。飲みますね。ええ、お願い、うん、行くよ。聞いてるみたいです。まあ、よしとしましょうか。この魔法薬にそれほどの需要があるならもっと楽できるんじゃ。例えばあなたのレシピと技術で作るとか。そう。まさか、あの役立たずは何もせずに店を与えられたのよ。私たちは苦労したのに。私が苦労と根性で手に入れたものをあいつにやるもんですか。失敗したって知ったことじゃない。なるほど。姿を隠したいお客が増えてる。まあでも商売になるとそうだよね。どういうことですか？情報を共有しないっていうのは。当然の。あ、アッシュワインダーズ来た。今敵です。ことは忘れた方が身のためよ。アッシュワインダーズは敵。わかりました。ピピンさんには配達したと伝えます。そうしなさい。あ、売ってるんだ。売り物は何ですか？買おうか。さて、何を探してるの？いいもの売ってそう。別に売ってないな。ウィゲンウェルド薬ってやっぱ作んないともったいないよな、きっと。村についてお尋ねします。いくつかお聞きしたいです。何を知りたいの？
キーンブリッジのことを教えてくれますか。この地域に住み着いた泥棒トロールの話を聞いたのね。見境なく襲って人を怖がらせてるの。だからキーンブリッジ周辺ではくれぐれの用心。トロールがいきなりボスとして出てきたらびっくりするな。付き合わせたくはないでしょうから。キーンブリッジにお住まいのわけは？ここに来てまだ数年よ。以前は旅をしながら商売をしてた。きつい毎日だったけど気にしてなかったわ。ある日旅をしていてキーンブリッジにたどり着いた。恋に落ちたわ。旅は続けたけど私の心はずっとここにあった。で最後にはここに戻りこの店を開いた。それ以来ずっとここにいる。死ぬまでこのキーンブリッジで暮らすわ。そのつもりでここに帰ってきたんですから。ほう。お取り扱いの品は？魔法薬よ。最高の材料だけを使って自分で調合してる。同じ品質のものはどこにも見つからない。たとえオグズミードでもね。せっかくここまで来たんだが、なんかある？あ、何何何何、今なんかボーンってなったよ。レベリオか？レベリオ。え、なになになに、敵か。敵だ。ダグダッコ、なんか落としてない？ダグダッコの下ゲット。ダグホックか。何があるんだここに。なんかあるぞマップで見ると。何これ、それ、キーンブリッジ何があんの？え？どこ？あ、あれは？何これ？はまってない？ちょっと待って、はまってない？ちょっと何？どここれ？何これ？エンディング流れてない？いや、これでいけんのか。これで事なきを得るか。じゃあそこに戻ろうか、ホグズミートに。すべての道はホグズミートに通ずってね。よしよしよし、配達完了しました。ローアンさんに薬を届けてきました。それはよかった。で、何か言われなかったか。まあ問題なかったね。大丈夫、うまくお相手しました。それを聞いて安心したよ。ありがとうね。追加のお礼をください。どういうこと？魔法薬を届けるだけのはずが結構大変でした。もう少しお礼をください。交渉とは商売上手だな。いいだろう、交渉は増やそう。だがいい気はしてないからな。魔法薬作り頑張ってください。気をつけて。どういう感じなのこれ。え、お金増えたのこれ。うわ、500円。いい気はしてないって。透明薬のレシピとか持ってた方が良さそうだな。買っちゃおうか、せっかくだから。たくさんもらったお金で買い物すればこの人も好感度上がるっしょ。でどこ行く。まだやってないの結構いろいろあるよな。ローアーホグズミート、これあったね。なんかあの敵のゴブリンにやられたゴブリンがいるって。これやろうか。ゴブリンの野営地へ向かいます。え、なかなかいい感じの場所だね。ああ、ここここ怒らせたとこだこれ。あれ、女の子全然意図してないけど。あ、この人この人。商品がいるのかい。悪いけどまだ荷車を取り戻してないんだ。ランロクがグリンゴッツのゴブリンにしたことを考えるとアーンのことも不思議じゃないな。ちょっと倒しに行くわ。ほい、ほう。野営地どこ、行ってみましょう。あ、またこんなところに。今度は何をする気。これなんか困ったな。ここで諦めたくないんだが、ただないものはどうしようもないからね。続いて行きますか。あい、はい、次だ。道は合ってる。え、道合ってんの。野営地なんか後ろの方に出てない。このコンボよ。間違いに気づくのが遅すぎたんだよ。おお、
大丈夫かこの主人公。ちょっと今闇落ちしてなかった。あ、この近くです。野営地だ。ここだな。敵がたくさんいる。私は休まない。お前にとどめる。誰か助けなかった。僕に会ったのが運の尽きだね。あれ今誰か助けなかった。やられちゃったか今。正面以外からでも行けそう。正面以外。アンは後悔する。あ、オッケーオッケー。とりあえず一人倒したんだ。いた。あそこか。ケイ。何人いるの。そんなにないでしょ。どこが正面？ここか？ここジャンプで移動できない。ここジャンプで移動できない。来た！あっちに、ああそこにいるのか。え、ちょっと待って、これ出れなくなっちゃった。やばい！出れない。まずい。ハマってる。あかんないんだ。開かないことにはこれ。あ、分かった。こういうこと？違うなぁ。どうやっていくこれ。開くのここ。お前の人生より長く戦ったらさっきまでいたぞ。開ける開ける開ける。あ、こういうこと。あ、いや待って待って、慎重に行こう。これここまで来ちゃったから。オッケー。荷車がアーンのとこに帰ってく。すごい魔法。まだでも敵多いよね。いた、レンジャーいる。どこにの敵。こっちに一人いるのか。しとく。いた、レンジャーいる、レンジャーいる、レンジャー。ケイ。これ知ってる。マーリンの試練だ。後ろに落ちちゃったのかな。え、これどうすればいいの。レベルよ。レベルよ。これは、いるな。なんか レベルをしたら。どこにいるのこれ。入るの外か。さては来た。アクションエクステリアムス。クロスボウ。分かった。これ Z でこの瞬間に。何これ。爽快だったな。え、何これ。クロスボウやる瞬間に Z 押すとクロスボウをなんか盗んで反撃したよ。マーリンの試練どんどん難しくなってるな。どれだか全然分からんな。オーカル用のクイディッチ。よし、アーンがいる。商品がいるのかい。アーン、いい知らせだよ。荷車が帰ってくる。まだ戻ってなかったんかい。なんて言ったらいいか。持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは、そう、ランロクね、魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。手強かったよ。激しい抵抗にあったよ。手強かった。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない。特に俺の絵。この人こう見えて絵描きさんです。あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。にょん。いい考えだね。幸運を祈ってるよ。始めるのが待ちきれないな。改めてありがとうよ。オッケー。元気でな。荷車が到
到着したら喜んで商品を見せてやる。まだ荷車来ないの？絵本に出てくる村みたいだな。どこ、これはやりたい放題だな、これドラクエみたい。おお、A 宝あるやんか。拝借。中央ホグワーツ渓谷、あっあっちに行ってあの緑色の松明を燃やしておくか。燃やしておく。あれ、どこ、小屋の中か。おお、中央ホグワーツ渓谷です。飛行テスト、せっかくだから飛行テスト行くか。えいはい、なんかがいいの、これ。これあれじゃない、襲ってくる木じゃない、柳のお化け柳じゃない。しちゃっ、あら、レイブンクロー、こいつは何者なんだ。スリザリン、イメルダレイエス、アルビーウィークスに。あいつがスリザリンじゃん。未だに本気をアップグレードしようってあがいてるのね。手伝ってあげようとしたのよ。でも私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭に。スリザリンはですね、ちょっと性格がひねくれてますね。あんたを巻き込むの、まだ飛び始めたばかり。単純に嫌なやつです。ひねくれてるのはひょっとしたらレイヴン・クローかもしれない。え、訓練でクロフトンと技術を見せびらかしたんだった。嫉妬してんの？僕の技術に嫉妬してるんだね。嫉妬？スリザリンのキャプテンの私が。スリザリンのクイディッチのキャプテンなんだ。あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。なのになぜかみんなあんたがライバルだと思ってる。そんなの耐えられない。ライバルになるかもしれないね。あんたはスリザリンですらない役立たずのスクイブなのかも。何スクイブって。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つよ。私はこのコースの上位タイム保持者よ。あんたに勝てる。スリザリン対レイブンクローよ。どういうコースなの？コースのこと詳しく教えて。ねえ、困ってるの5年生。いいわ、教えてあげる。集中力が要求されるわよ。速度と高度を先読みしないと何もできないから。他のコースはスタミナね。全部で3つ。大昔の生徒たちが作ったの。ブラック校長がクイディッチを中止にしたから、もうこのコースしかなかったの。私が人気を復活させて、みんなが競争に夢中になった。めちゃくちゃ丁寧に教えてくれるじゃん。じゃあ、あんたの腕前を見せてみて、5年生。受けて立つ。うん、喜んで。もう一回やる？記録を破ってやる。あんたが悔しがるとこ、早く見たい。何？待って、どうやってやんの？で結構楽しい、うん、こうか。てかこれ無限じゃない？このパイロットイングやってたからな、俺何回も言うけど、これは割った方がいいの？これで、これが下です。下。下。あ、なるほど。あ、外した。なるほど。これを取るとゲージが回復するんだ。なるほど。オッケーオッケー。分かった分かった。よし。おった今。どっちどっちどっち。こっちか。上。やった。ふう。よよっち。
そんな、きっとズルしたのね。いいわ、あんたの勝ちよ。でもこれで決まったわけじゃない。たった1回じゃ実力は測れないからね。1回でも勝ちは勝ちだよね。確かに下手じゃない。でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。え？わかった。受けて立とうじゃない。またやんの？まあ素質はあるのかもね。そのうちわかるわ。あまり期待しないことね。次のコースはアイアンテルの近くだけど、もっと手強いわよ。またこのコースを飛んで肩慣らししておくことね。表彰台のスコアボードでタイムを確認できるし、レースも始められるの。RB ウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。またやるってこと？え？ RB ウィークスの元に去る。もう勝ったから次のレースはまだできないんだ。ウィークスさんの活躍を聞けばいい。じゃあホグズミートに行きます。戻ります。放棄競争で記録は出せました。ウィークスさん、放棄競争で記録が出せました。素晴らしい。イネルダはショックだったろうね。それで放棄の感想は？ちょっと不安定で、もう少しスピードも欲しいですけど、いい感じでした。いくつかのターンで少し左に流れました。急降下の時にシューという音が聞こえて。全然気づかなかったわ。放棄の癖があるんだ。まさにそこを知りたかったんだ。流されたか。すぐに調整に取り掛かるよ。否定的だった人も僕の研究の可能性を認めてくれるはずだ。誰があなたを疑ったりする？あなたの腕に疑問を抱く人なんているでしょうか？それが結構あったよ。頭が固い人が多いんだ。いい放棄に手を加えたら台無しにするだけだって。これね、あったんですよ。あのセロブラストがヒットボックスを使い出した時に想像的な作業を我々疑ってましたからね。知らない。ローマに友達がいて店をやってるんだけど、向こうはもっとひどい。そこを川野がまずチャレンジして、梅原さんも。それに強化しなかったらどうなる？エリオット・スメス・ウィッキーが諦めていたらクッションの呪文は発明されてなかった。僕も負けないぞ。楽しみにしてます。もっと聞きたいですね。今回のアップグレードにはすごく自信がある。きっと喜んでもらえるはずだ。近いうちに連絡するよ。スピードに関係するし、高度の問題はどう解決する？え？終わり？豊さん、魔法使いたらまずはどんな魔法を覚えますか？なんだろうな。なんだろうね。ぐるるる。飛べる魔法はやっぱあるといいね。魔法で言うと何なんだろうね。レビオーサ。レビオーサって自分にも使えるのかな。ちょ、まず薬草とか調合とかをさ、しに行きたいよね。薬草の部屋行きまーす。音質とあと調合学だっけ。魔法、魔法薬学。 OK、 取って。先生どうも。あれ、すごい飲み方してたな。キャベツあんのかな。まだここだ。ない。やっぱり重要アイテムだ。神々白菜で薬草学のところに行きたいな。ちょっと待って、位置関係をもうちょっとこのホグワーツについて詳しくなりたい。魔法薬がここか。消防台。あ、これ作ろう。作りまくるか。これね、回復を使いたいときに間違って連打しちゃうんだよね。 OK、 じゃあこれを調合しておく。じゃあピピンのお店行きますか。いらっしゃい。やっぱさっき怒らせてるから高くされたりすんのかな。待って、何を買えって書いてあった。あ、集中薬のレシピがある。いや、高えな。どうも。で、集中薬とマキシマ薬とエリラス薬。あ、これか。なんかさっき調合で必要になった気がする。 OK、 集中薬のレシピは手に入った。ここで調合するんだよな、きっと。どれ、集中薬、これか。うわ、満月草の茎足りないじゃんね。満月草の茎ってどこだ。
どうも。さて、何を探してるの？ないなぁ。ちょっと先生に聞いてみるか。エリラスを作る。30秒。待ってる間に先生に話を聞きに行こう。満月草どこですか？先生、どうしてこの課題？君が同級生に出番。エデュラス、なんか防御力が上がりそうな名前だよね。エデュラス、なんか待って、薬草に詳しい人いなかったっけ？教えてくんないか先生。先生、あ、いなくなってる。あ、いた。先生、教えてください。こいつは？セミさん、どうも。どうしたんだね。この町で何か噂は？アッシュワインダーのカトリン・ハガーティという泥棒が逃走中だ。固定されてないものは何でも盗む。みんなうんざりだ。町のすぐ南西にある野営地に潜んでるよ。マジか。よければあなたのことを。うん、そうだな。私はローマー保護生徒の優秀な魔法薬師だ。かつては君と同じ平凡な生徒だったがね。ついては君にホグワーツワイプをしてある。うちは最初から。売ってるのは？魔法薬とその材料が専門だよ。扱ってる材料はどれも。ひょっとしたら売ってるんちゃうか？売り物は何です？頼む。今日は何をお探しかな？売ってなさそう。いや、これやっぱりちょっとレベルが高いな。満月草の全然売ってくんない。ちょっとこれ諦めるか。デパルソの魔法は一旦。